相馬や馬追は、福島県相馬市中村地区をはじめとする、道県浜通り北部で行われる相馬中村神社、相馬大田神社、相馬小高神社の三つの御権者の祭礼である。馬を追うの馬県、南相馬市原町区に所在するひばりが、原災上地において行われる、甲冑競馬と神端争奪戦、町を騎馬武者が行進する、お行列などの神事からなる。 これらの神事に関しては1952年、国の重要無形民族文化財に指定されている。東北地方の夏祭りの先駆けとみなされ、東北六王祭りの一つとして紹介される場合もある。2010年までは、毎年7月23日から25日までの3日間の日程で神事と祭りが一体となって開催されていたが、2011年からは、祭りと神事は、 日程が分離され、祭りを7月最終週の土曜日、日曜日、月曜日に開幕、新時を24日25日に日程を固定して実施することが決まった。2011年以後の詳細は、東日本大震災と福島原発事故により不明な点が多いため、以下には2017年までの日程等に基づいて記載する。 発足した相馬や馬追執行為委員会が取り仕切っている。期限は鎌倉開府前に相馬市の園祖である平野正門が領内の下佐国相馬軍小金原に野生馬を放し敵兵に見立てて軍事訓練をしたことに始まると言われている。鎌倉幕府成立後はこういった軍事訓練が一切取り締まられたが、この相馬や馬追いはあくまで真事という名目で、 まかり通ったため、脈々と続けられた。公的行事としての傾向が強くなったのは、江戸時代の相馬忠種による軍政改革と相馬正種による祭典改革と考えられる。1868年の母親戦争で中村藩が明治政府に敗北して、廃藩地権により消滅すると、1872年に旧中村藩内のノーマがべて狩り取られてしまい。 の馬追いも消滅した。しかし、原町の相馬大田神社が中心となって、矢ばつい祭りの再興を図り、1878年には内務省の許可が得られて、の馬追いが復活した。祭りのハイライトの甲冑競馬及び、神端争奪戦は、母親戦争後の祭事である。 相馬氏は、正門かどの伝統を継承し、捕らえた馬を神への捧げ物として、相馬氏の守護神である、妙見大菩薩に奉納した。これが現在、ヤバ県に継承されている。この祭りの時に流れる民謡、相馬流山は、中村相馬氏の祖である、相馬重種が住んでいた、下佐国葛鹿郡流山里にちなんでいる。戊辰戦争後の祭りび、 神事の初日は、1872年以降、旧暦5月のサルビに合わせて7月1日、1904年以降、天候不順を回避するために7月11日、1960年以降、さらに梅雨期そのものを避けるために7月17日と変遷してきたが、1966年からは、小学校の夏休み開始に合わせて7月23日となっていた。 2011年から神事と祭りは日程が分離されることになり、神事は7月23日、7月24日、7月25日に日付固定で実施し、祭りは7月最終週の土曜日、日曜日、月曜日に曜日固定で開催することになった。ただし、7月最終週の土曜日に開幕すると8月上旬にまで日程が及ぶ場合は、 祭りを全集に繰り上げて開催する。騎馬武者を500余旗を集める行事は現在国内で唯一である。馬は一部の旧中村藩士族の農家、相馬中村神社や矢ば追参加者により飼育されては、いるが、多くは関東圏からのレンタルによって集められている。なお、2011年に開始された東北六玉祭りでは、この相馬や馬追いの紹介は、 被災地の伝統行事であるにもかかわらずまだ行われていない。浜通り夜の森井北のうち、戦国時代から江戸時代にかけて、相馬市、中村藩の領地に入っていた市町村で開催される。浜通り最北端にある新地町は、伊達市、仙台藩の領地に、浜通り夜の森井南は、岩木市、岩木平藩の領地に入っていたため、相馬や馬追いに当たらない。 各号ごとに騎馬隊が編成され、さらに、それらが神社ごとに三軍に編成される。中村城跡と相馬中村神社が所在する相馬市、中村地区で編成される。歌合勢の長は、中村藩主に習って、全三軍を率いる総大将となる。祭りのハイライトの甲冑競馬や上端争奪戦は、南相馬市原間地区のひばりが原にある。 相馬屋は追祭上地で開催される。妙県三者の神事並びに、君主の行列のため、上から見下ろすのはいけないことだとされている。そのため、出陣式の時に通る中村第一小学校前の歩道橋は封鎖され、一部のカメラマン等を除いて登ることはできない。また、付近の民家でも2階から見物することは自粛するのが慣例。 移動などのためきは行列を横切ることもしてはいけない。なお、行列の前に、警察、市役所等により行列の横断を行わないように、注意がなされているが、このような注意を無視し、横断をする観客、報道関係者も少なからず見られる。一連の真事は、以上の3日間にわたるが、小高以外の地域では、のうまいは2日間の祭事と思う人がいる。その一例として、 近年まで、相馬大田神社の看板には、やばつい祭事の日が7月23日、24日と書かれていた。発表順、ありがとうございます。